allá abajo. Emitiendo en todas direcciones. Una vez en la vida. ご機嫌いかがでしょうか。今日も皆様にサッカーの興奮をお届けしたいと思います。今日の試合は1927年、イタリアはローマに建てられました。観客収容数8万2000人を誇りますスタディオオリンピコから、実況は西岡、この試合の解説は岡田武さんでお送りいたします。岡田さん、よろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。まだまだ安心できません。スローインです。アグボンラホール、フリーキックで試合が再開となります。ジュリオ・バプチスタ、ここにタッテイがいます。厳しく寄せます。激しくボールに食らいついていきます。ルーズボールになった。ブチニッチ、押し込めるか。キーパーからのゴールキックに変わります。頭を使います。持った。ローマのフリーキックでゲームが再開されます。モッタ、よく相手の動きを読んでいました。ヤング、さあここは下流、あっとこぼれた。アグボンラホールが出てきます。キャッチします。しっかりと連携が取れてますね。ダニエレ・デロッシ、タッテイ、このパスは通さない。ペトロフ、ミルナー、パスコースにはディフェンスがいます。クロス来た。止めた。弾いた。ボールの動きが激しい。ミルナー、デイビス、いい形ができつつある。守備への切り替えが早い。ここで止めます。トッティ、これは厚みのあるアタックになりそう。さあどうだ。クエジャ、ルーク・ヤング、ジュリオ・バプチスタ、フランチェスコ・トッティ、安定したボールさばきです。ディフェンスの網にかかる。ボールを取られました。さあブチニッチ、デロッシ、さあゴールの方向を向きたい。ここは押し出します。ここのエリアは注目ポイントになりそうです。ここにいます。ブチニッチ、ジュリオ・バプチスタ、デイビス、ミルナー、ガブリエル・アグボンラホール、また弾いた。まさに守護神、その名に恥じぬ活躍です。
ボールを失った。このパスはダメでした。通りません。ペトロフ、ゴールが見えてきた。キーパーにボールが収まります。アシュレイ・ヤング、前がかりに仕掛けていきます。オフサイド、これは際どい判定ではないでしょうか。動きの質は悪くありませんね。あとはタイミング次第ですね。シュートコースがありませんでした。ペトロフ、岡田さん、今日の試合はほぼ互角と見ていいでしょうか。ええ、どちらに転ぶか全く分かりませんね。強いて言えばローマがちょっと有利と言えるかもしれませんが。ちょっとコースが甘くなったか。カットされます。しっかり読んでいた。この選手がヤングです。ペトロフ、どうだ、ボレーで決める。アグボンラホール、決めたいシュートでした。いや、決めなくてはいけないシュートでした。これはうまく自分のものにしたい。トッティ、ブチニッチ、これはパスカット。ディフェンス落ち着いていました。ジュリオ・バプチスタ、クエジャールがボールに絡みます。ヤング、これはパスミスになった。アグボンラホールです。ミルナー狙ってきた。キャッチはできません。ボールがこぼれています。ゴールが見えてきた。ボールはクロスバーをわずかに外れました。ここで切り返してみても面白かったかもしれませんよ。この後が重要です。トッティがこれを迎えます。クロスが上がった。ブチニッチ、ここで網にかかる。前半終了です。試合はイーブンのまま後半へと向かいます。解説の岡田さん、中盤での激しい攻めぎ合い、すごい前半戦でしたね。はい、そうですね。ドキドキしましたよ。